てもらったのプロに。うなちゃんお疲れ様、おめでとう、ありがとう。ブンチ遅くなってごめんなさい。何者でごめん、何者。スピオちゃんヤッホー、今日来てくれてありがとう。23日と1日おめでとう。もっとありがとう。今日会場に行けなかったから茨城で誕生日お会いして、お茶飲みに来て、向かうとかった、ありがとう。大きくなって、そうだよ、もう24歳。欲しいんだった、しおりちゃんの酔い金魚、やっぱり好きだと思う。今日超緊張した、みんなからのあのキラキラの目線の金魚、やばい、これひっくり返ったら死ぬと思ったら、今日キスをあげるよのとかでルーよーってどっかでひっくり返って、ね、爆笑スタジオの中で、しおりちゃんボリューミーめっちゃでかいよこれ、うん、バチ分かったんだ、シュプリーマ赤ちゃん、おもちゃき、さっき電話ありがとう、シュプリーマ。おもちくん、すごいでしょ、かわいいじゃん。いいねー。もうね、今日ね、それはこれをね、まっすぐに持って帰ることしか考えてなかったから、あるみ、マジちゃんと持って帰ったんでしょ、うまいでしょ、みんな見て見て見て。みーちゃん大丈夫、ありがとう。落とさない、落としたらもう死ぬ。面白い。今日はこのために生きてきたからね。コース超でかい、持ち上げない、違うことする。こういうね、違う、こうでしょ、立派なケーキよ。あいちゃんのオムライスを思い出した、まさか一人で食べるは当たり前じゃないの。翔さん帰りなさい、改めて移動してね、ありがとう。クラダさんお誕生日ありがとう、昨日はやっぱちょっと見て怖いでしょ、頭よりでかい、確かに超でかい、あ、投票でかい、ハートの、そうなの、シラちゃんにハートの星投げて、ケーキ気をつける、キスおめでとうございます、ありがとう、おめでとうございます、来てくれてありがとうございます。たけしやっほー、クライちゃんも君の隣、それはアイコはノア。大丈夫、今日も可愛かったよ、ありがとうございます。あやちゃんも来週で超楽しみですね。あやちゃん初高生だってあんま知らなかったのに頑張って覚えてくれました。最後の一日になってよかった。来年こそは会場、そうだよ、来年はね水曜日なんで皆さん開けといてくださいね。うさこまん誕生日とかわいい、じゃあありがとう、今日は来てくれて話もしてくれて、パンツだった、無理無理、そりゃそう、ミュート、声が聞こえない、え、今聞こえる、ちょっと待ってらっしゃい、声聞こえない、今聞こえる、ミュートカードって何、ママもう聞こえちゃう、このくらい一人で会場、なんだなんだなんだろう、コメントに気づくまで時間かかる、あ、でも見た、シュリーが何てか喋ってるか皆さんで絵は見えてないの、やばいよ、もしかしてミュートに気づ、くるくる、おかえり、大丈夫だった、怖い怖い怖い、あ、おかえり、みんなありがとう、ちょっとおかえりだとはしょってすまん、後ろリボン、え、そうそうそう、でもさ、これさリボンさ自分で結べないんだよね、ほらほら、これいつもさ人にやってもらうと着れないの、この服だから、これ適当に着てる。マジこんばんは、読むの早いわ、よく考えたら思ってることの何かしか書けたら、帰り道に読んだんだよ、ケーキ、ケーキをまっすぐにしながら読んだ、てか直で渡してごめんね、あ、待って、いや全然いいよ、謝んなくて。可愛かった、あのこれって差し出すところ、お姫様おめでとう、料理ありがとう、茨城だな、栃木、違うの、急ぎすぎてさ、新ご誕生日おめでとう、ありがとう、あ、プレゼント、気象地がケーキさ、怖い、私さ持ってきたフォークどこやったっけ、あ、歌った、で、しおちゃん言っただけでも動画提供、え、動画したい、他のメンバーが OK 出たら、今日は特別にさすがにいつものくれると思ってなかったら、泣きそうだと特別だからあげるんだよ、何言ってんねん、りょうちゃんこんばんは、さとるさんこんにちは、鈴木さん、そう今からケーキ食べるから、ラーメンラブありがとう、それ午後だから無理してない、午後でかいね、かっこいいじゃん、もしかして直接応援できて、そうこれ直接ね、直接がね一番嬉しい、さらにも超頑張ったからね、聞こえたらよかった、来年の生誕もすぐるちゃんと会おうって約束したら、それまでは頑張って、え、あ、しおりだからすぐるちゃんに会ったんですか、マリこんにちは、この時早口で早口で喋るのラップ、え、絶対いけるよね、マジもうラップ待ってます、しおり明日めっちゃ朝早くお休みしくぞ、ごさんいいよ、ちょっと待ってね、鼻に刺すブスって戻ってきてろうそく刺すまでもんちゃん、マジやば、オッケー、1678日連続おめでとう、ありがとう、あの空間が幸せそうで、え、もう幸せでしかなかったよ、本当に一分一秒ね、一日も僕やったけど誕生日おめでとう、ありがとう、これケーキ写そうとしすぎて顔写ってないもんね、顔、え、ケーキの方が大事やな、ありがとう、おちゃんが久しぶりに可愛いしたから、それはそうしたので、久しぶりだったら改めて誕生日おめでとう、ありがとう、愛されこちゃん、みんな愛してるじゃん、さすがに好き、そうだよ、キツネコさんこんばんは、ありがとう、マロさんこんばんは、ルプンチル、おやすみです、おやすみ、あ、読んだ、早っ、電車じゃない、アナウンサーになれるかも、ということで今からケーキ食べたいと思います、ハッピーバースデートゥー、ちょっと待ってね、歌うと思ったやん、え、待って、ちょっとあとさ1分待って、オッケー、ちょっと待ってね、ちょっとどうしても持ってきたよ、このカバンには入ってるね、
なんで今はもうにしもうじゃない何してるかっていうと、しおりさん今さ、下この上はさ、この可愛い服着てるけどさ、下めっちゃ生着物のスパイダーマン着てんだよね。別に隠さなくてもいいんだけどさ、さすがにさ、これでさ探してたのキモいかなみたいな。もう早いけど、来年の生活は絶対来てね。ブースって言わない、違う違う、勘違い。戻ってる？あそこは同じ角度斜めだった。絶対刺すの下手だよね。でこれ絶対にだよ、絶対に負けないかな。スター食べます。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you。 みんなさ、ろうそく吹くから見てて。 Happy birthday dear、 Happy birthday to you。ふう、消えました消えました。パン、臭いし、全部あっちに紙テープ飛んじゃった。なんだ、ここにやりたかったのに。くせー、オッケーオッケー、ここやりたかっただけだよ。てつやおめでとう、ありがとう、最高の一日しようぜ、ありがとう。今日のライブでいろんなところでしおちゃん版の歌詞がね、すごいよね、あのさ即興でさ、あんな考えとか、なんて素敵なのかしら。ゆわちゃん、しおりー、しおりー、珍しい、しおりー、しおりちゃんって言ってもありがとうございました。バーン、もちろん猫さん待ってるよ。さちゃん、え、そう、さちゃん今日誕生日、ショーチャーだよ、ショーチャー。ハッピーバースデー、ブルブル、ハッピーバースデー、いただきます。これから食べます。これスクショしてください。誰か写真撮るの忘れちゃった、今さっき開けたから。これスクショしてください。ハッピーバースデーとよー、もうおいしい、むしろおいしい。これ悪口とか言わないんだけどさ、ケーキの装飾見て、あ、砂糖味じゃん、三色クッキーの味した、おいしい。いっぱいね、これ減りに言い方わかんないけど、ここに仕事ついちゃう。今日はプレゼント開封無理だな、明日しますね。このまま行くとね、4時ぐらいになっちゃう、うん、いただきます。うん、ちょっと酸っぱ、うん、おいしい、いただきます。でっかっ、見てこんな分厚いだよ、ほら、取るとしたらすでにかぶっておいしくてね、つい、うまっ、おいしいです。おいしい、いちごおまけ世界、なんかめっちゃおまけ世界レベルじゃないよ。これよ、全面にこれだよ、こっち側にもね、超でかいよ。これ行った方が見やすい。うまごー、うまごー、絶対見えるな。ね、これ崩れそうで怖いからね、ちょっとちびちび。もしだ。うん。わかる。ほんとはこう、マウキを着てくれてありがとう。ふん、おいしい、結構の事情、そうだよ、いっぱいついちゃう。そう、今ね、この上らへんね、めっちゃ崩れそうで怖いから、ちっちゃくちっちゃく食べて、かわいこぶって飲まれた、うん、
美味しいよ。ドラえもんもね、あのアイドル祭りのおげる。おいしでん、おいしでん、おいしでん、おいしでん。あ、やっぱクレヨンしんちゃん。うん。くつろくつろくつごめんなさい。しんちゃんと私は実はあれが好き。あっこちゃんが好き。うん。セーラームーンも好きだった。やっぱりね、フルーツのケーキはおいしいですよ。あ、キューティーハニーもよかったね。このケーキは5号らしいよ。私食べ方に汚いから可愛く食べられない。例えば誕生日をめっちゃありがとうポーヨーリンちゃんやっはーのーちゃんやっはー。最新クリームなんかさ、どうせ取ってもまたつくから取るのだるいなみたいな。おいしそう食べるの美味しいんだもの。みちくん、おたけしごはおたく、お誕生日おめでとう、ありがとう。ワイルドみたい。晩食タイムあってケーキ食べは、やらん。ゆうまくん、美味しそう、とにかくてキラキラして本当に素敵な、あー嬉しい、最高にだった。ケーキ食べたからじゃ食べようよ、だって週の誕生日だよ。食べるしかないよね。なみよ、すーすーすー、だからどちゃまくあげる。なんか午後だけ超でかいよ。ケーキのおめでとう、ありがとう。みちくん、もぐもぐしようじゃん、そう超でかい。ちなみにこんな超でかいさ、ケーキ。ちょっと夜ご飯めっちゃ食べちゃったの。バカしいな。うん。お腹すくそうだな。ライブの前に本当はお弁当と思って買ったんだけど。メイクとかしたらね。曲の確認とかしてたら。やる気になっちゃって食べれなかった。食べ物の消毒力？消毒力のところで見ると、消毒力のところで見ると、うん。午後なので、いちごにしてシェアできる。あ、ふみちゃんにってこと？あ、分かった、ふみちゃんにも。あ、あげるね。嬉しいよ。あ、つぶさん、こんばんは。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。こんにちは。初訪問。ありがとうございます。すごい美味しいよ。さあ、自分が歌うパートは結構ネムキュンと何か分かったっけな。ネムキュンとエイタソと、え、どうかったかな。髪食べちゃった。うん、チクチクするなと思って。ネムキュンってすごいさ、すごいナチュラルに歌うのにさ、すごい全員そうなのね。ネムキュンって本当に全員そうなのに、特にネムキュンってすごくナチュラルに。髪みんな切るって受け。うん。他にまたクルーズ使ってるの。なんか格好良かった。めっちゃ髪やよ。ああ、ご飯食べたからお腹に食べるのが早くったよね。半分食べるかもこさ、五分の半分ね。おいしい。自分に甘いもの食べたら、ワンマンまでやられとしてたから。昨日もさ、ワンマン終わって、すぐ寝たし、昨日もまたまたして、すぐ寝たし、割と。いっぱいご飯食べてなくて、あ、いっぱい食べてるけど、めっちゃ。
ばばばって食べちゃったか。久美ちゃんにこのご飯食べた。かみかみかみ。もちろんもカフェがかみかみ。かわいい。誕生日おめでとう。ありがとう。結構おいしいよ。おいしい。買えな買えな。でもクリーム大好き。今日元がついてた写真でさ、めっちゃダムクリーム食べてる写真さ、昔のね。なんかあ、失敗を食べたの。失敗。ちょっと頑張ってしょうちゃんに偉いです。ありがとう。おめでとうございました。ありがとう。初恋サイダーがなんたらかんたらってなんかみんな言ってたけど、どういうこと？ハラキンは初恋サイダーが好きなの？いっぱい食べてね。任せろ。程度頑張ったし、そうそれ乗り越えたから今ね、このね景色、この景色。ここって 4人から6人くらいらしいから、きつくなったらしたんし、あと1セコンなので。そうそうそう、さっき言われた4人から6人分なのってことは、勝利ちゃん勝利の死ぬ具合アンチミヤホー。ちょっと久々元気。今日おじさんと言う絶対だね。ウサさんと言いますと、背中の隣の絶対に行くことだったよ。いい、そうだよね。まあ、頭おかしくないですよ。本当に、え、無事で本当にありがとう。キニチャーバージョンもらったので、はい、運びます。ほら、ケーキ食うか。ほら、ケーキ食うか。なんか多分野生的だよね。顔から向かってて。ね、これメルちゃんに見せてあげたい。メルちゃんと PV で作った。何に似ちゃう。ここに男。あ、ここがいいね。ケーキのいちご食べるしおちゃん見てると、いちご日本一の地元に生まれていて、あ、栃木県だもんね。いちごのイメージある。ケーキ幸せそうに食べてるしおちゃん見て、幸せそうな顔してる。途中に間に合わなかったけど、しおちゃんイラストの出たから見てて、あとよかった、また。3日目の初恋でした。なんかツイートしてたね。初めて歌ったよ、ライブで。いっぱい食べる君はすごい。ペニクリーム。あそこサイダー聴きたかった。好きな曲。そう、なんか、そう、本当はね、最初は、やっぱね、5期イコールね、初日だから。初日ってね、AKB さんの曲をね、候補生時代にやってたの。それだから、そう、バンドやばいもん、昔はいっぱいあんまりオリジナル曲がなかったから、めっちゃカバーしてたの。今日の桜アップレーションもそうだし、それで私たち初日やってたから、初日やろうかってなったんだけど、ずっと5人で行ってきたし、3人でやってもねって言って、一瞬その話もだったけどって言って、じゃ違うのにしようって、全然違うのにしようってなって、あとね、そうで、なんか3人のアイドルって何って話してて、そしたらレイちゃんが、あのボーノじゃんみたいな、あ、いいじゃんそれでってなって。私は鈴木愛理さんが好きなので、あそこのパートで、あゆちゃんやっぱ桃ちってあゆちゃんっぽいじゃん一番でって感じになりました。で3人はいがさって決まって、あの歌わりも全部あのままです。でなんか歌わりの回数がなんかレナちゃんのところが1個多いんだって。だからレナちゃんはそれを気にしてるか、しおりに最後歌ってみたいな言ってくれたんだけど、それ歌詞が怖かったから嫌だって言った。レナちゃんね、最初はね、こだわって。でもレナちゃんとしおりでね、ハモリも半分こして、今日にアメブの選手したらぷよんぷよんってなる。絶対なるよ、大丈夫。もうワンもあったから。ハローおめでとう、ありがとう。今日は、今度はこれから初恋サイダー、タイムライブではやんないよ。ケーキは飲めよう。そうだよ、ツルンツルンだから。なるほど、なるほど。あ、ロボットさん、さっちゃんおめでとう。さっちゃん、さっちゃんおめでとう。
さ、ほんと食べてる時さ、ほんとに思ったら最近、あ、これクッキーすごいね、超すごい。クチキのチゴは収穫時間だから5時かつの、そうなの、収穫時期か。あやちゃんさんこんにちは。食べてる時の見てるだけでしょ。なんでなんだろう、結構そう言ってくれる人がたまにいるんだけど、なんでなの。ロケ見たくなってバッテリー気味のマンダでもね、あやすみあやすみ、コキが好き。そう、2人から来たよ。2人からも来たし、元メンバーからも、ね、結構2人、まうちゃんといっちゃんを含めたね、6人ぐらいした、 6人ぐらいからの元メンバーから来た。いいのかな、これ嬉しい。最近、昨日じゃないけど割と最近辞めた子から、後輩ちゃんからだもんね。これすごいの、想像しやすいこと言っちゃったけど、からも来たり、ひまわりさんとかも来た。ひまわりさんも今もツイッターやってるから、今半分ぐらいかな。タララタラ、苦しくなってきたら食べるのやめよう。苦しいと思って食べる、美味しいと思った方がいいじゃん。だからそしたら明日の朝食べた方がいいでしょ。うん、つまみは私のお腹いっぱい死んじゃう。本当にお腹いっぱいの子はおにぎり1個でもお腹いっぱいになると思う。メンバーでもいるもん、いろんな体があるじゃない。だからこれ苦しいが苦しそうで、今日めっちゃご飯食べちゃったしね、胃もたれするんよ。だからね、私だって人間なので。え、クルドさんの女はどんな感じなの。なんかちょっと目保持しちゃったらケーキ、そうだよ、パクパクマン、パイハグレモン着てたの見て、レモン言ってた、くぐるみの会社ね。みんな買ってくれたね、私のためにも。もうね、着ぐるみで払うよって話。みんなは絶対ご飯にでも行きます。それ終わったの。明日でケーキの香りいいね。それそれケーキの香りになりたい。ケーキの香りっていう香水あるのかな。あるのかな。ありそうじゃない、ケーキの香り。そうだね。今日のワンマンのツイートもそうだしね。ね、お誕生日23歳になりましたってよ。ツイートにたくさんリポいただいたんですけどね。まあ、どうしても私人間わかりやすくね、分かりやすい人間なので、少量師さんにはいっぱいいっぱい返しちゃうんですけど、いつも。あのやつも返していきたいなと思って待ってください。はっ、よかくしゃみちゃん、ありがとう。あしらかたやめんねっか、仕事しそうだろ、料理休みめっちゃいいじゃん。人間天使じゃなかったの、うん、天使ってことにしとく。甘い酸っぱい、甘い酸っぱい、いい感じ、いい感じ、あ、そう、いい感じ。でもね、もうちょっとね、お腹に溜まってきたら、すごく。ケーキというか、バニラの香り。あ、バニラの香り、私好きよ。みち行くよ。ウキウキしおちゃん。23歳って言った ?23 歳見えないの？何歳に見える？ 24 歳？それも24歳になるかって思ったよね。
うん、明日できない今日プレゼント私え今日もあるの？疲れ疲れるの？やば嬉しい。やった。超嬉しいんだけど。そうで私明日初めてのセンター曲ありますわ。あ落ちた。オッケー。シャンズちゃんうるさくても大丈夫だ。そうそう。じゃ深夜から多分明日もね割とねちょこ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 合間時間で返してくる。本当うるさいと思うので、ちょっとつってくれてる人とかね切った方がいいかも。うるせーってなるかもしれないからね。うん。午後前にブラックが出るケースってことで、午後前ってことでもないよ、割とじゃね割と。そう今日プレゼント開封しようかなと思っていましたがケーキに夢中になってしまったので明日やります明日やります。明日もし一日でなんかちゃんと一つずつねしっかり紹介と感想としたいので、明日にもし言い切れなかったら明後日もします。持ち越し来てくれた人が、配信に来てくれた人からね、俺言いたいなって思います。なんかさ、どうせなら目の前で見てる時にありがとうって言いたいじゃん。これちょっと無理すれば全部食べれるけど、無理はしたくないの。とか言いながら、マジさんこんにちは。カーゴンハこんにちは。食べながら食べるとね口がファハってなっちゃうね。こっちね隠しながらね。ペン聞くか。マリマリのねこの歌マリマリ。じゃあいちごショートケーキ食べれるよ。来たら。は？いちごだけにしたって。おちゃんも食べれるよ。みーちゃんも食べれるよ。たぶんひろさんとラビタンが言ってた。でも本当にイチゴしかないよ。絶対にだよこれ。絶対に。あ、これ見せないと意味わかんないか。ほら、絶対にだよ。絶対に。あれ鼻越しに下げちゃう。すごいやろ。うん。お前が作ったんか。じゃあ寄せてもらうけど。言うてみそう。うん。作った。桜アッパレーションもしおりが作った。しおりが決めたもんね、うん、でもほぼそうだよ、うん、もしあれがしおりが一人だとしても多分そうだったよ、うん、初三曲でもやっとったよ。やっぱね初期名はね今まででカバーしてる曲がかね、あの選択肢もね多かったし、しおりが桜アッパレーションかねいいなーってアピールしたでもさみんなでも言うてさ桜アッパレーションそうなの。最後その迷ってる人で多数決をしようってなって、しおりが桜アッパレーションにあげたっていうのが多分決め手になったと思う。でもあゆちゃんもだったよ結局。そうだよ、あゆちゃん全然関係ないって言ったらあれだけどさ、なのに一緒にいたらしおりとあゆが一緒にいて、で1期から3期がマリアが多分レッスン帰りだったんだけど、それ、うん、マリアあの千葉とかすぐ帰るの。1期と3期が話し合ってるところにあゆしおが座ってて勝手に参加したあゆちゃんが私も手あげる赤ちゃんそれか見たらしおりは誕生日だからなんか意見聞かせてみたいな、うん、で多数決取ろうとしたのよね、うん、あゆちゃんねよく分かんなかったよ、ね、私も手上げさせてでもね あの結構の割合で桜アッパレーションだったからでもよかったんだけど、ね、うん、9割だったよ。そうもしさしおりとあゆちゃんのさ一票がさめちゃくちゃ運命変えてたらねやばいよね。ないけどさ絶対なかったねあの比率はもう可愛、うん、いしおちゃん可愛いしおちゃんどのぐらい 1,2,3
3ね、配信しな。カフェ楽しみにしておきますね。急にマジでそれ煽ってる。え、今日なんかライブさしっかりさ見てくれててさ、なんか恥ずくて最初あんま顔見れなくて、そういえばさ今日さ一曲目でさ神風でぶっ飛んで死ぬかと思ってさ、そうこれ聞いて不思議な話、これねこれはね不思議発見なんだけどね、1曲目で終わって髪の毛飛ん髪の毛飛んで髪風でぶっ飛んで、しかもママが作ってくれて、あ死んだわと思ってたので、その1回目の MC の時に覗きに行ったのセナちゃんと、そして会ったから、あもう絶対取れない場所だったの、だから無理だ無理だと思ってた、思ってたらなんかアンコール前に顔のメイク直してたら頭についてたの、その髪飾りが、で怖いと、なんでだろうと思ったら、なんかそのことに気づいた大平さんっていうね男性のスタッフさんが取りに行ってくれたらしくて、髪飾りをねそこにで取りに行ってくれて、それをメイさん誰かに渡して、メイさんが一緒に頭につけたらしいですよ、何も気づいてなくてずっと髪飾りついてないと思ってたの、ついてたっていう話だから、ね、MC のために覗きに行ってて、ないねないねって言ってたけど、その時でも頭についてたっていうね、よくわかんない話、ダブラクラキで持ってくれレライブ行けるなったの時に持ってくれ、わかったしょうちゃんブラックじゃないけどね、その人だけでブラックは違う、パパ絶対にだけ伝わると思ってるのも伝わるの、そうよ全部手踏みに伝わるから、ヤストのためでした、ありがとう4回、そうすごい勢いで取りに行ってたよ、え、そうなの、いつぐらいだったの、ぶっ飛んでさ、なんかわいいな、ピエンピエン霊言師、本当にそうだと思った、なんで頭に ついてるのと思って、途中誰さんが髪と爆走してたの、爆走してたで気づかなかったの、確かになんか普段からさ洋服とかちゃんと着れないし、髪の毛もボサボサだったりな、なんかさいろんなとこはさボサボサしてるからさ、こう言い方とか座ったりしてたり立ったりしてたりすると、誰かがなんかどっかを直してくれてるの、なんか今度か結んでくれてるとか、チャック今日も MC の時誰かチャックね3分の1ぐらい空いてたの、衣装の誰かが投げてくれたりねしたり、こう髪の毛とかも誰かやってくれるから、あやってくれてるって思うんですよ、でも慣れすぎてその髪の毛をつけてくれてる時も、あ髪の毛汚いのかなと思ってたら、もうついてたんだ、話今日の話面白い話、のじかさんこんばんは、やっほー、ぶっ飛んだ次の曲ぐらい、え早っ、すぐ気づいてくれたんだね、何も気づかなかった、その話メガネメガネ、その通り本当にその通り、あのメガネ落としたさのび太くんのパパみたいな感じになった、だからさ内緒、もう超内緒だった、あばあば介護お父さん今日の披露すごいね、そう介護みんなに介護されてるからしれない、本当に世話してもらって、ね、楽しいよ、あ、ピカ100円がめめめ、あやこお姉さんちゃん、順次お疲れ様でした、ありがとう、生誕超楽しかったよ、ひょっこりひょうたんじゅうはあれ6期、うちらの次の大の子がアイドル祭りっていうやつに出てたんだけど、その時のにそれやってたの曲を、それがめっちゃ久しぶり見た、あと8期カナ、メル、ユウキ、アオイはドラえもんの週のために4人でレッスンじゃない日にレッスン場を借りて練習して、みんなで、ね、あの振り作ったの、1から歌いりも作って、かわいいね、もう4人のもっといいところが、そのドラえもんね、バンジージャパンはねアイドルマスで過去にやったことがあるんだけど、その音源で、音源はそれで、あと振りとかは4人で決めてって、素敵じゃない、かわいすぎ、しかもね一番かわいびっくりしたのが、もちまるってさめっちゃさドラえもんって結構ねだからいつもはーって感じなのに、あれなの、ドラえもんやろうって言うのもちまるらしいよで意外って言ったんです、ですよねって言われた
でもどれも見たことなかったから見たんだって。可愛いよね。しゅうちゃんの介護枠はまだ、あ、全然空いてますよ。いっぱい介護してほしい。でも同じたちだよね、ふーちゃん私と。気づかないで衣装何ないこと、何ない。ほんとでも衣装いつも適当なのよ。はあ、ほわチョウスポよ。今日リップ着た時超にやけたね。昨日会えて嬉しかった。多分それでもでもありがとう、おめでとうでした。かわいい、大好き大好きあなただって本当に会った時にさ、好きって言ってくれるの。かわいい、かわいい、本当に本当にかわいい。あなたもっと仲良くなる、なるだって。ちょうど23時59日通知したら投稿で来たの。日付壊れしにもった。あ、もうきゅうきゅう作った時は23時59だから大丈夫だよ。よくよ、誕生日は懐かしい。やばいよね、それは。泣いた、マジ泣いた。しかもまあライブでは一応名前に動いてたけどさ、まあ子だからいいけど、つかせちゃんのところにさやちゃんが入って、素敵だった、マジ。あー、かわいい。何がどこが。まじまじ忘れない、まじまじまじはね、バンジージャパンの歴史の中で絶対に書かれる。電気作ったら絶対書かれる。かかマジこれだけ水でちっちゃかった。でもね、6期全員ちっちゃいのがめっちゃ可愛かった。あのね、さやゆうみくん、みんなちっちゃくてね、本当にくーちゃんのダンスすごいなと思って。さやちゃんもだけどね、ゆうみちゃんもね、すすめーがね、すごい。どうぞします、ありがとう。みつさんこんにちは。はだけないこと言います。そう、たまにはだけてね、やべ、はだけたことに気づかないんだよね。しゅうちゃんの誕生日迎えたらちょっとふんのが年をした。確かに確かに、もうあと1週間でしょやばいよね、同い年で1週間しか違わない。じゃあケーキの声は明日にしよう。3口ぐらいふみちゃんにあげる。3口だけね。僕は美女をしたきっかけはアドル祭りだったから、なんかそのイメージある。ふぅ、今年の生誕ケーキありがとうございました。7割ぐらい食べたかと思います。4号だったからちょっと、5号だったからちょっとでかかったですが、大変美味しゅうございました。明日開封式いたしますので、アドルマチがアッコちゃんの時は見たことある。少女が聞かん、あ、はい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 、お得だった時ね。そっき本当にね、そのね、ユニットの時にねあのみんながいたらへんにね、勝手に行ったんだけどね、あのすごいお得時代は思い出したね。そうメイさんとかめちゃくちゃレスしてくれるの、しおりにしてくれるんだけどね。大丈夫かな、大丈夫かな、うわーとか言って、もうね、昔のことを思い出して心臓になったよ。じゃあレスが来たらね、困っちゃうタイプの男だからね。どうしようってなっちゃうんだね。たら靴の周り、あとすごいすごい、あのプレゼントがね、明日開封します。いちごの量やばいよ、マジか、かわいかった。全体に負けないかな。今バンドやバンドしおちゃんの遮断だけ、そうよ、マシャチームのトロシェトウチで押してた。え、そうなの。うん、いつの優勝チーム。明日行けるように頑張ります。来て来て、来なかったら明後日開ける。うん、僕おじさんに子さんマウント取られて泣いちゃいました。なんでやんねん、子さんマウント。でもさ、今日そうそう、ね、昔は知らんよって人もいるやん。でも知らんよって人はまあまあ、今日はあ、そういうことがあったんだって思ってくれたら嬉しいし、逆に見たこと見てた人は懐かしいなと思ってくれたら嬉しいし、でも今日の初恋サイダーとかは今日来てくれた二度とやんないと思うから、正直別に思い入れある曲とかじゃないからさ、3人でとりあえず3人組でやろうってなった曲だから、これはまた1年後とかに語り継がれるから、その思い出をね、今日来てくれた人としか共有できない思い出です。はい、そういう一つ一つの思い出が大事なんですね。さっき来た時隣でキャーキャー、そうよくみんな声出ないなって思った。普通に出るくない、可愛くて、いやーって
か言っちゃうもん。今日多分ね30回くらい声出てたと思うよ。みんなすごいなと思った。本当にオタクって頑張ってるね。みんなリコール主人が研究性格的って何て言ったの。2017年とか広島のさ英語のところだっけ。 5文字ぐらいの。あ違うか。一応可能な限り増量するために下の トイレかと思った。トレイは65。なるほど。デカめの箱に入ってるってこと。了解。じゃあ生誕ケーキはまた明日食べます。そう、おーすごくない。ちょっと覚えてた。よしこんばんざい。ちょちゃん彼氏が来た時は声が出る時前に飲みながふーちゃん本当に泣いてるからね。セームーンと思い曲の時のアドラム形式絶対するも忘れない。本当に一生忘れないな。やばい、明日さっちゃんの誕生日来てください。ぜひ明日皆さっちゃんをお祝いしましょう。丸い地球の水平線何かが黄色なっている。いきます。あとおしめおめでとう。えみちゃんもでもお疲れ様でした。昨日は本当楽しかったです。本当楽しかったです。プレゼントも嬉しかったです。明日もし来れたら開けるね。明日来れなくてもまた次来た時に開けるから。髪の毛ついちゃった。もれもれおやすみ。ザキまた明日。また明日。昨日去年も潮の誕生日の後ぐらいに赤羽あった記憶いつだっけ。覚えてないね。日付までしっかりは覚えてないけど明日楽しみにしてるよん。そういう話してる時分かりやすくさ見ちゃった。明日分後でリプしときます。ありがとう、助かる。おやすみなかちゃん。やばい楽しみ。明日ゆ今日よりはゆっくり喋れそうよ。セタお疲れ様でした。おやすみなさい。ふーちゃんありがとう。あびちゃんお疲れ。チャンネルーラジおやすみ。今日もありがとうね。うん、今日も髪がサラ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 だ。スワッチュアン大丈夫。そう言いに行ってさっちゃんにね。先生おずぷよ先生ありがとう。今日は来てくれて本当に嬉しかった。ゆまちゃんお疲れ様でした。ありがとう。最初しおりしおりつって鈴木あーつんリップ見せた時はそうだよ使ってるよアピールしようと思って使ってるよ。福くんおやすみ。おやすみ。話ありがとう。ラブラブみんなじゃラビタ預かりありがとう。ラビタもいっぱい動いてくれてありがとう。きっといっぱい動いて私が知らないところでもみんな頑張ってくれたんだろうなと思います。思います。本当に余裕してんだから。おやすみ。ありがとう。お疲れ様。ありがとう。無事かた。おやすみ。ほうちゃんおやすみ。最初立派ありがとう。早く次に会いたいわ私。本当にためになってくれて嬉しい。誕生日の歌歌ってたから嬉しい。あそういうこと。誕生日の歌ははそういうことか。10これは何